パンちゃんみたいな、メンバー入ったねみたいな、みたいな、これ行ったらいけんちゃうかと、スライディングバーン、わーお前何してんだよ、知るか言うて、もうイエローです。まあそれが最初の僕の試合でしたね。こんにちは、サイソン和也です。引き続きバンドリューさんにお伺いしていきます。よろしくお願いします。でも練習生からプロに変わるときってどういうふうになんか契約とか、最初に契約したときに、はい、プロの試合2試合出たらプロ契約してあげるよって言われたんだよね。2試合やったらいけるやろと、なんか2試合ってすぐ言っちゃうかとかって思ってたわけですよ。はい、で2月に加入してガンバに入って、はい、その当時はトップとサテライトって分かれてたんですよ。トップはもう、まあ、20人ぐらいいて、でサテライトは10人ぐらいいて、はい、でサテライトの試合で、はい、そういう試合が何試合かあって、僕は結構毎試合点取ってたんですよ。毎試合点取ってたら、ちょうど98年ワールドカップがあったんで、はい、エムボマっていう選手がいた、カメルーン代表のエムボマがいたわけですよ、はい、もう97年もう活躍しまくってみたいな、はい、で98年僕入ったんでエムボマまだいたんですよ、はい、エムボマが足が痛いと、98年ワールドカップ出なあかんから、はい、もうそんなにリスクは終われへんとかってなって練習はあんまやんなかったんですよ、はい、もう誰かおらへんのかみたいな時に、サテライトで結構活躍してるバンドってやつがいるなってなって、じゃあちょっとこいつ呼ぶかって言って、僕はもう定期があったんで、うん、練習終わって茨城駅から三宮まで帰ったんですよ、はい、で三宮でちょっと降りて、まあ、高校したっていうところがあって、はい、そこ結構古着とかそういうのいっぱいあるんですよ、はい、でそこで僕服好きなんで、はい、古着とか買えへんけど見てたんですよ、はい、これもうプロになったら買いたいなって思いながら見てたわけですよ。でマネージャーが電話かかってきて、はい、はいとかって言ったら、バンちゃんみたいな、入ったでみたいな、おメンバー入ったでみたいな、みたいなそんなことあんのと思って、多分俺トップの練習にもそんなに1回か2回ぐらい参加してないのに、はい、怪我人も出て M ボもやらへんとか言うから、もう人がおらんやなって、はい、フォワード僕呼ばれたんですよ、はい、で、まあ、2月に最初加入して、4月の11日清水エスパルス戦ですよ、はい、ここにデビューしたわけですよ。もう忘れもしないですね、1998年4月の11日対清水エスパルス戦、はい、まあ、後半何分か忘れましたけど、はい、入って、はい、気合入ってるわけじゃないですか。もうこれで1試合目やと、そう、なんならここで点取ったらもうすぐ2試合目も出れて、これでプロ契約してもらえるんちゃうかというふうな感じになって、もう後ろからボーンってボールが来るわけですよ、ロングボールね、で僕はバーンって裏に走って裏に走る選手だったんで、トラップして、ちょっとトラップが長くなったんですよ。でもキーパーと一対一だったから、キーパー当時真田さんで、エスパのキーパーが、じゃあもうちょっとトラップ長くなったら真田さんがキャッチをもうしようとしてるわけですよ。でも俺はもうこれ行ったらいけんちゃうかと、スライディングバーンするわけですよ。ほんで真田さんの足をバーン跳ねてもうって、はい、もうイエローです。初試合イエローですよ。でもその当時沢登さんとか、はい、斉藤俊さんとか、はい、もうそうそうたる日本代表メンバーとかいるわけですよ、はい、エスパには。でもその人たちにこうもうブワーってもう来られて、はい、お前何してんだよみたいな、こっちは得点狙ったんやみたいな、知るか言うて、はい、悪態垂れて、はい、まあ、それが最初の僕の試合でしたね。すごい思い出ですね。いやいや、もうそれはちょっと覚えてるんですよ。その試合出て、うん、でその後、はい、次の試合は多分メンバー入らなかったんですけど、アウェイだったんで、でまた次のホームの時にまた入れてもらって、でそこで2試合出て晴れてプロ選手としてプロ契約というものをしてもらったわけですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。いやー、なんかすごい嬉しくなりました。あ、いやいや、話聞いててすごい苦労が伝わってそれだけもうすっごいがむしゃらに、いやもうそうですよ。もう本当に周りのことなんてもうほぼ見てなかったですからね。もう視野これぐらいで僕はもうプロになるんやと、それしか考えてなかったんで、はい、他のことなんかどうでもいいと、じゃあプロになるためにどうしたらいいんや、もうゴール取る、もうそれしかない、じゃあもうパスはない、もう来たら全部シュートやと全部俺が決めるんや、はい、みたいなので、ずっとプロになってからやってましたね。負けたくない負けたくないっていう、ハングリー精神がすごいですよね。まあまあもうそれしかなかったですね。本当に姫路の、兵庫の姫路の片田舎でやって、自分がどうやってこれはもうプロになろうかのし上がっていこうかと思ったら、もう貪欲になるしかないわけですよ。もう目の前のことを必死で、そのもう先のことは考えられないんですよ。もう一日一日を全力でやって、その結果プロになれるかもしれんし、なれへんかもしれへん、でもこの一日を全力でやってないのにここの先はないと思ってたんで、
それこそ2018年シーズンで選手を辞めて、まだ引退はしてなかったですけど、2019年の1月から東京に来て、プロでまあ21年やって、あ、また俺はあの98年当時の練習生に戻ったと。もうその社会というところに出た時に、俺はもう今までプロとして、サッカーの中ではプロとしてやってたけど、社会に出た時はプロでもなんでもないと、これもう練習生やと思って、もうその同じ気持ちにまた戻りましたね。プロであったバンドリュージはもう一旦終わりました、ありがとうございましたっていう風にもう全部抜いてまだもう一番もうさらのこんな最初のもう隅の殻から出て、もう最初のこれぐらいやってるもうバンドリュージまだ戻ったわけですよ。でそっから最初はまあプロの時も最初こうやったんですけど、そっからもう羽もこうやりながらとか、こういろいろむしゃ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 っていろいろ食べながらとかやったんですけど、それも一回脱いでまだもうさなぎからもうあの出てきたもうこの最初のこんな段階に戻ったんで、それで今2年って感じですね。全然違いますか、やっぱサッカー界と社会、はい、いや違わないことはないんですけど、はい、でも分からないこともたくさん多いですし、またサッカーの世界とじゃあビジネスとかその他の世界とかまたこれ違うところなんで、それをサッカーでいろいろ俺やってましたでみたいな感じで持っていくと、こっち側の人たちに受け入れられへんかったりとか、自分のその姿勢も多分それって違うなと思ったんで、だからもう全部脱ぎ捨てて、まあ言われるんですよ、あ、バンドさん、日本代表バンドさんでしたねとかって言って、いやあの時見てましたよとかって言われるんですけど、いやありがとうございますとかって、いやもうそこはもう僕はもう覚えてないですとかってそういう感じで、やってたら、やっぱりこの自分としてはその脱ぎ捨ててないことやと思ってるけど、でもやっぱり脱ぎ捨てたとしてもそういう風に見てくれてる人たちはいるんで、まあそれはそれでありがたく思って、ただでも自分としてはもうそういうのはもう関係ないです、また練習生のバンドですから、またここからよろしくお願いしますっていうので、もうちょっとずつっていう感じですね。バンドさんありがとうございました、はい、いやいやいやもうね話してたら止まらへんようになってまだまあ言ったら僕のガンバの最初の時しか話してないわけじゃないですか、はい、まだこっから21年間まだいろいろあるけどまあまあありがとう、一回締めなあかんっていうのはまあしょうがないですね引き続き聞きますんで、またよろしくお願いします。お願いします。今回の最高スコープ、一日一日を全力で生きることで先の道がある。